ドンズドン。さあということでプレミアムメッセンジャー長嶋智弘でございます。ボートレース2をやるなら2ポイントクラブということで、ビーナスシリーズ第16戦ボートボーイカップ編始まるよ。さあ前回のウィナーズバトルの動画皆さん見ましたか？見たよ、めっちゃ見たよ。見た見た見た、嘘つけ。全然見てないでしょうよ。再生回数全然いってませんよ。皆さんどうしますか？頑張っていきます。だから皆さんぜひ見てください。ということでこのねビーナスシリーズ第16戦ボートボーイカップでございますけども、ボートレース2の魅力を余すことなく伝えていきたいと思います。動画の最後にツイッターハッシュタグキャンペーンもやりますので、皆さんキーワード発表しますよ。お楽しみに。ボートレース2ビーナスシリーズ第16戦ボートボーイカップが11月17日からスタート。若手女子選手が未来のクイーンを目指して戦う白熱した戦いを見に、ボートレースへ集まれ若者。長嶋智弘のアナレーサーは誰だ。さあということでですね、今回出場するビーナスシリーズ第16戦ボートボーイカップに出場するレーサーの中でですね、この選手ちょっとここで狙ってみたいなっていうのを皆さんにねお伝えしたいなと思っております。今回はですね、地元勢といえばやっぱり加藤綾選手がなんとね一番上で出場なんですよ。もう三重支部では、いやー加藤綾選手がもう一番上ですか。でもね、加藤綾選手やっぱりねちょっと最近はねなかなかちょっと苦労しておりますが、やっぱりですね2ですから、地元ですから、やっぱセンター戦とかね握っていく加藤綾選手を見たいなと思ってますよ。いやそんな加藤綾選手地元ですから、ここは頑張っていただきたいなと思ってるんですが、今回ねメンバーでねやっぱりねすごいのが、ちょっとまあ期末が終わって11月からね新しい期になってるんですけども、B2 表記のレーサーが多いんですよ。それはやっぱり女子レーサー3級で休んでた人たちが復帰してきて B2 から始まってるんですけど、まあ、B2 で復帰してね結構もう走ってる方もいます。竹川真由子選手も走ってます。そして伊藤玲奈選手ももう何節か走ってます。向田真希選手も何節か走ってます。この辺の選手、滝川選手、それ秋井司選手もですよ、キー選手、伊藤玲奈選手、向田真希選手、こちらの選手たちはねちょっとねしっかりもうね慣れてきたんですよ。復帰戦の時はちょっとやっぱりねまだ復帰したてかなっていう感じでしたけども、今ねまあまあ乗れてるんで、これ出走表に出た時にやっぱり表記で B2 っていうところでちょっとうまみがあるんですよね。キー選手とかやっぱ滝川選手なんかもともと A 級のレーサーですから実力はあるので、もう慣れたらやっぱり B2 表記でパン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 まくりますから、そういうレーサーをねちょっと狙うのも面白いんじゃないかなと思ってます。それはやっぱりオッズの旨味っていうのがあると思います。そして注目はやっぱり土屋みなみ選手の復帰戦ですよね。皆さん待ちに待った土屋みなみ選手の復帰戦がここで行われるわけですよ。もちろん土屋みなみ選手も B2 表記ですから、これ復帰戦でどこまで、まあ1走目か分かりませんよ、1走目2走目3走目ぐらいでこれセンターまくり一撃ね、やっぱり休み前の土屋みなみ選手のレースなんかが見れたらちょっとテンション上がるんじゃないですか。やっぱり旦那さん佐藤翼選手がいろいろプロペラとかのアドバイスもしてると思います、復帰に向けて。そうしたらやっぱあの伸び強烈な感じでねプロペラいい感じで仕上がれば僕は面白いんじゃないかなと思っております。やっぱりね、そして地元の若手といえば山下かりん選手ですよ。ちょっとね、フライングしちゃいましたけども、これね気が変わってますんでフライングは消えてると思いますが、ちょっと隠れフライング持ちなんです、覚えておいてください。だからそれですけども、スタートは地元ですから行かないとしょうがない、行ってしまう、そしたらまくってしまう、これ山下かりん選手のね今のまくりはやっぱり真骨頂でございますから、狙いはそこでもいいんじゃないかなと思っております。僕はでもねキー選手がいい走りしてるんですよ今。だからキー選手、伊藤玲奈選手、この辺注目したいですね。もちろん名のある選手はいっぱいいるんですよ。ただ穴を開けるならこの辺かな。でもねこの間のウィナーズバトルもそうでしたけども、やっぱ風が強いと安定板がつく、そこですね、そこの見極めをどう取っていくかっていうのも大事ですし、女子レーサーですから、女子レースですから、もう安定板がついてまくりに行くのか行かないのか、そこもねしっかりね、見ていただきたいなと思っております。さあということでそれでは行きましょうかね。長嶋智弘の霊長類最速ドリーム予想。さあということで今回もですね言いました、霊長類最速ドリーム戦予想ということで、霊長類最速ってこれもう何ですか、吉田沙保里さんが通夜から霊長類をかけてるんでしょ、聞くところによると。これ分かりにくいですよ、私ピンときませんよこれ。
ツッキーやから霊長類なのかなと思いましたけども、違うんですね。吉田沙保里さんに勝てるぐらいの速さで僕がドリーム戦を予想する。 OK、 分かりました。今回もモーターも何も見ておりません。もう私の妄想だけの妄想だけの予想になりますけども、さあこのメンバーですが、1号艇の廣中選手、もちろん陰線ならばしっかりと逃げるだろうと思われておりますが、私注目したいのはもちろん4号艇の地元加藤綾選手。ここはドリーム戦に選ばれたならばスタートは行きたい行きたいまくりたいまくりたいけど、その横の浅田千秋選手がいる。浅田千秋選手もやっぱりここスタート決まればバッ4を抑える。するとどうなりますか。1が逃げる。ただねこれね、古賀選手がねちょっとスタート若干不安なとこあるんですよ。っていうことはですよ、これまあスタートが揃えば1が逃げる、2が刺す、3が握っての1-3、4が行くなら1-4まであるんじゃないかなとは思ってるんですけども、僕は4が行ったら違うとこ来るんじゃないかと思ってまして、まあ本戦です。もちろん1号艇の廣中選手を軸に本戦は買いたいなと思ってます。古賀選手がちょっと遅れても浅田選手が握ってくれれば1-3、その外の1-3からの4-5-6、これは買いたいね。でこの1-4までいらんのかいなと。ただ加藤選手もスタート行くと握っちゃう癖あります。4も握りたい、山下祐樹選手も握りたい。僕はねやっぱり今絶好調なのがキー選手なので、ここ僕1-6流し、ここも狙っていいんじゃないかなと思います。1からはこの4-5-6-7点、ここで狙いたいなと思っておりますが、ただやっぱり本戦だけじゃ全然面白くないんじゃないかと。穴目が必要なんじゃないか。誰が穴出すんですか。4号艇の加藤綾選手が自在にまくるんですか。いやいやいや、僕はね浅田選手の3号艇好きなんですよ。3が攻めるね。そしたらどうなりますか。まくり出して1ね、3、1流し、ここはちょっと美味しいところじゃないでしょうか。ただまくりが決まる可能性もありますよね。3が攻める、3が攻めたら、3が攻めたらもちろん4と6、この6のキー司選手を狙いたい。だから3-4-3-6流し、ここまで行きたい。そして私がここで特別でございますが、ボートレース小島の樺島アナウンサーの実況をこのボートレース2のこのツッピードリームでモノマネでやってみたらどうなるかという展開をねここで表したいと思いますので、皆さんご清聴の方よろしくお願いします。進入点検固まりました。進入点検は1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。今スタートします。3号艇の浅田千秋がトップスタート。3号艇がグイッとまくっていくぞ。その横には6号艇キーツカサの差しが届いたから、なんか知らんけど6さん流しまで買っちゃいましょうということで、大穴は6さん流し、これいいんじゃないでしょうか。ということで私の妄想ボートレースでございました。すいません、山島さん、何ですか、お便り来て。いやもう今終わりましたからもういいです、大丈夫です。何、お便りメール、お便り届いたの本当に、募集してた前の動画全然人気ないのに来てた来てた。ああそう、じゃあちょっと読んでみましょう。ペンネームボートベースが恋人さんから来ております。ありがとうございます。いつも楽しくライブなどを見ております。ところで今話題の2ポイントクラブって何ですか。絶対来てないやろこれ。告知を掘り込むためのなんか演出やろ。だって全然人気なかったんやろウィナーズバトル。俺大丈夫、これでこんだけ猿芝居してこの第2回で終わったらほんまにもう許さへんで、このこれに乗っかったってことやからね。 OK です。 OK ですね。さあということで2ポイントクラブとは何なのかということを紹介したいと思います。2ポイントクラブっていうのはですね、テレボートで、ボートレースを購入していただいたお客様、ファンの皆様ですね、こちらの方がなんとですねポイントになります。なんとついポイントクラブ、100円の購入額に対して1ポイントとなっておりますので、ぜひともですねテレボートでボートレースを購入した際にはですねこの2ポイントクラブに加入しておいてください。するとですねこの貯まったポイントでなんと現金にも交換できます。現金に交換できるんですよ。さらにですね、ボートレースのオリジナルグッズとかギフト券とか、そして、2三重県の特産品ももらえるということになってますので、貯めれば貯めるほどお得なポイントとなっておりますので、購入していただいてですねどん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 貯めていただきたいと思います。ボートレースをやるなら2ポイントクラブに入らなきゃ。3ということで、もう1つお便りが来ております。本当に来てるか知りませんが、ペンネーム抜け目ハンターさん、
いい名前だね。いつも長島さんの予想を参考に船券を購入させていただいてます。前回の動画で2ポイントクラブのキャンペーンをやっていることを知りましたが参加できませんでした。それは残念。次はいつやりますか。今でしょ。バカ野郎、これ言いたいだけやろね。今でしょ言ってほしかったでしょ。今でしょ言ってほしかったでしょ。うんじゃないよ。本当に抜け目ハンターさんじゃないよ名前。何なんだよ。さあということで今回のですねこちら、2ポイントクラブのキャンペーンでしょ。キャンペーンは今回もヴィーナスシリーズ第16戦ボートボーイカップ11月17日から22日の期間中全レースが2ポイントクラブのポイントなんと2倍でございます。いつもはですね1レースと5レースこの2レースだけなんですけども今回はなんと全レースでございますので皆さん全レース購入していただいたらポイント2倍でございますからどん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 購入していただきたいと思います。さらに新規入会キャンペーンもやっております。11月14日から22日の、新規入会された方は節間500円以上の購入された方になんと2ポイントクラブのポイント1000ポイントプレゼント。これはすごいですね。500円で1000ポイントですから倍もらえるということになっております。たくさんポイントをゲットしてくださいということでたくさんのお便り応援メッセージありがとうございます。そして入れたやろ絶対返すわということでさ皆さんぜひともこちらのキャンペーンに、ね、参加していただきたいと思います。さらにそんな皆様に朗報でございます。まだまだツイッターキャンペーンやります。ボートレース2の公式ツイッターをフォローしてハッシュタグ2ポイントクラブとハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてください。抽選でなんと20名様に500円分のクオカードが当たります。今回のキーワードはい皆さんわかりますね。2ポイントクラブこちらをつけてつぶやいてください。ボートレースヴィーナスシリーズ第16戦ボートボーイカップぜひお楽しみに。おっオラ長島、最近長島がハマってるものティラミスだぜ。次回プレミアムメッセンジャー長島 G3 オールレディースマクール杯は宇宙最速ドリーム予想、絶対見てくれよな。 OK です。 OK ですじゃあね。